見渡す限りの黒山の人だかり。見事ガルトラントの進行を退けた間宮筑前の神ヨタルの凱旋です。あ、見えてきました。ザコネス旧国の英雄マミヤオタルです。あれがマミヤオタルか。なんて凛々しい男っぷりだ。しびれるね。ミツルギお坊ちゃま。おお、ピンスケ元気だったか。ライムライム、ユメちゃん、ヤッホー、チェリーのアデソン、私一生ついていきますぜ。せーの、ブラッドベリー。おお、ゲンちゃん、ありがとよ。しかし見ろよ、ホタルの傍らに従うマリオネット。ああ、なんかまるで人間みてぇじゃねえか。でもよ、すげえドキドキしねえか。なんかよ、こう、ぐっと体が熱くなるような。実は俺もなんだよ。お、俺も俺も。なんていうのかな、こういう気分。どうしたんだい、ホタルくん。あ、いや、なんかえれえ騒ぎだよな。何を言っているんだい、当たり前じゃないか。僕らは歴史に残る立派なことをしたんだよ。僕たち二人がさ。お前が何したってのさ。確かに。ご覧よ、おたる、みんなが私たち二人を祝福しているよ。まるでバージンロードさね。何言ってんですか、おたる様は私の。私の何さ。私の何なのさ、お子ちゃま。ホテルは僕だ。違う。もう何だよ。ホテルか。痛い痛い。将軍様、俺たち何とかやったぜ。早く元気になってくれよな。上様、やってくれましたぞ、あやつら。上様。私こういうものです。はい。芸能プロ、ジャンブル金子。ジャンボネス旧国の英雄間宮小樽様にぜひデビューしていただきたいと。え、俺が。のすごいすごい、なんておめでたい。お席はたきましょう。よせやや、そんな柄じゃねえよ。それは違うよ、おたるくん。君はね、今やジャポネスの、いや全世界の希望であり光であり英雄なのよ。わかる。世情不安なこの世の中で、テラ2に灯る希望の光、今や全世界中が君を見たいと思ってるんだよ。世界中が。そうよ、だから頑張ろうよ、世界のみんなに夢と喜びを与えるためにね。よっしゃ、そういうことなら世界のみんなのためにやってみか。よっしゃ、おたる頑張れ。ついでに私たちの婚約発表と行こうよ、おたる。どうも、おたるくんのことなら何でも知ってる専属マネージャーの花形みつるぎです。あ、誰がマネージャーで。これで決まりだね。涙にちょいともろい、知らねえよわけなんて。 Alright 任せておきな、こっちとらやぼじゃねえよ、さらせ。これにて一件落着。愛と触れ合いの200キロ飛脚大会。あーでもね、ライブに講演会にチャリティーサイン会、スケジュール月末までおけつかっちんだしね。長屋に帰るか、たまには。おかえりなさい、おたる。おたるだ、おたるだ、わーい、わーい。おたる、3日も留守にするなんてひどいじゃないさ。おたる様、今日は腕によりをかけて。悪い、外で済ませちまった。長屋の人がね、僕たちの錦絵をね。あ、悪い悪い、あとあとあとにしてくれ。ねえ、おたる。あと。ねえ、見てよ、見て。あとっつってんの。おたる、疲れてんじゃない。うん。というわけでさ、温泉、温泉に行こうよ。どこ行きたい。ぐーって。
はい、オタル。え、ニューテキサス大使が合わせろって騒いでる？かまいったなぁ、おい。わかった、今行くよ。じゃあ行ってくれ。おじゃあ、男を決めるビンツケ油。なんだか小樽が遠くに見える。そうね。でも小樽楽しそうだね。そうだね。僕たちがいなくても小樽は幸せなのかな。そうなのかも。最近マリオネットの姉ちゃんたち元気ねえな。っぽいね。オタルはきっと忙しくって帰ってこれないだけさ。帰れないならこっちから会いに行けばいいんだな。はい。お、来たぞ。長屋から帝国ホテルに移られたとのことですが、何か一言。My great。 はあ、さすがアーティスティックだ。オタル、オタル、オタル。きついよ。ああ、もう殴り飛ばしてやろうかい。どこ？ここから先は当然入れ。どうしてさ、ちょっと会うくらいいじゃないか。わがまま言うな。お前たちだけ特別扱いはできない。わがままだって？ふざけんじゃないよ。じゃあこれを私だけでも。ダメだと言ってる。なんで？おたる様は忙しいんだ。邪魔なんだよ。おたるは裏口だろ。邪魔だって。オタルが僕たち邪魔だって。君たち、マミア・オタルのね、いい写真があるんだけどね。今なら5枚銀で安くしてくれる。買うよ、俺も。はい、毎度毎度。はい。あ、これ他みんな花形じゃねえか。ちくしょう、いるかこんなの。ご覧の通り、町はオタルルックで身を固めた若者オタラーたちでごった返しております。改めてその影響力の大きさを感じますね。なお、間宮オタルさんは芸能界の1年を締めくくる祭典、ジャポネス紅白歌合戦への出場が決定しました。魂が抜けちまったみてえだ。見てられねえよ。こんな時に何やってやがんねえ、ホタルの野郎。ずっと帰りを待ってる3人を何だと思ってやがる。もう許さん、バカモンが。ホタル、ほんま、マミヤホタルは儲かるな。こんなもんまだまだ序の口。テラ2縦断コンサート三社祭りライブの収益を加えるとパチパチパチっと。はい。オタルはザクザク銭を生むカゴの鳥。最後の一滴まで絞って絞って絞り尽くせ。世界の人々に夢を、会社に銭を。ひどいな。そんなんじゃオタル君ボロ雑巾になっちゃいますよ。何言ってんのよ。そうしろって言ってんの。社長も悪ですな。ヘヘ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 
あれ源内じいさんじゃん。久しぶり。元気してる。かー、なれなれしく呼ぶな。この大たわけがライムたちがどうなっとるか知っとるのか。え、ライム、耳の穴かっぽじいてよく聞け。ライムたちは、うん、おい何をする。花さんか。おい、わしを誰だと思っとるんじゃ。あスターのルーツを訪ねて、今回は間宮小樽さんが日々汗を流した道場にお邪魔します。この道場の師範でいらっしゃる帯市宗右衛門さんにインタビュー。ちょっと一体どうしちゃったの。さあ師範、取材なんですから、なんか言ってくださいよ。師範、俺がなんか悪いこと。師範。小樽、目が濁っておるな。え、今のお前に語ることは何もない。下がれ。この大たわけ、ライムたちがどうなったか知っとるのか。今のお前に語ることは何もない。俺はみんなが喜ぶと思ってやってるだけなのによ。腕によりをかけて。おたる、温泉、温泉行こうよ。ねってば、見て見て。あとつってんの。ライム。おたるくん、まだこんなとこにいたのかい。さあ、ジャポネス紅白の衣装を合わせたよ。待ってくれよ、おら。何言ってんだよ。ジャポネス紅白は大事な大事なジャポネス芸能界の総決算。のんびりしている時間はないよ。そりゃ分かってるけど、ライムが。さあ、お偉いさんたちに挨拶挨拶。ジャポネス紅白歌合戦。ボンボレゴンボレ白組、白組優勝。負けない負けない、赤組負けない負けない、赤組。今夜はプラズマが荒れそうだな。ああ、こんな時に関所を超えるなんて正気の沙汰じゃねえよ。年の瀬の祭典、ジャポネス紅白歌合戦もいよいよ大詰め。ここは白組の切り札を出しましょう。ということは噂のあの人が。そうです、あの人です。ジャポネス救国のヒーロー、小樽マミヤ。今、俺がやることなんだ。ライムたちだって俺が活躍すりゃ嬉しいさ。そうだよ。南極越冬隊、白川白です。ジャポネス敬老会。ん、なんだこれ。さよなら小樽。いつまでも元気で、ライム、チェリー、ブラッドベリー。以上、白組の応援メッセージでした。小樽くん、初出場おめでとう。今の気持ちを一番誰に伝えたいですか。俺は大事なことを忘れていた。はい。あいつらは俺にたくさんのものをくれた。楽しい毎日も、誰かのために戦える勇気も。ガルトラントとの戦いだってあいつらのおかげで勝てたんだよ。小樽さん、それなのに俺は、俺ってやつは芸能人や。何やってんの。戻りなさい。どいてくれ。あいつらを探しに行くんだ。たかがマリオネットの1匹や2匹のことで何ムキになってんのよ。つけやがるなよ小僧。てめえには莫大な金がかかってんだよ。うわ、おたるくん。
どけどけ。ゲナジンさん、ここは私に任せ。みんな、このクソ、おめえのためにやってんじゃねえぞ。ライムちゃんたち連れ戻さなかったら承知しないからな。あいよ、待て。そうだね、これからどこへ行こうか。どこだっていい、おたるがいないんだもん。どこだって同じだよ。そうね。雲行きが怪しいね。とにかくプラズマを避けられそうな森にでも早いとこ移動しようよ。バカ俺だ、勘弁してくれ。ホタル、テレビ出なくていいの？いいんだよ、もう出ねえ。ロケにも行かない？ああ、テラ2が割れたって行かねえよ。ホタル様。ホタル、ゲロぜ、長屋に。ホタル、ホタル。おいおい。さて続いて赤組の応援メッセージです。終わったわ。せーの、よいしょ。はいよっしゃ。しゃそろそろお茶にしませんか？あ、すまねえな、ジェリー。やっぱ俺にはこっちのが性に合ってるよ。おい、みんな、見ろ、見ろ。キッ、寒いよ、お前。まだやってんのか、こいつは。あなた、寒